おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅弘です。今朝もこれから明日のビジネス英語勉強会次第学部ではなくて横浜へ向かうところです。今日はですね、第16期の、第12回目最終日となります。来週から、16期かなに、新しい期に入ります。あとはですね、夏休みがですね、7月の、末から8月の、中旬ぐらいまで入る予定ですけれども、それ以降は、大丈夫ですね。普段通りという形になる予定です。で、今週のテーマはですね、キドニープランですね、腎臓移植についてなんですけれども、腎臓移植をされる患者さんの基準をどういうふうに決めるかということがテーマですね。どのようにラインを引いても必ずいろんな議論が噴出すると思います。特に英語で自分の意見を正確に、そして分かりやすく伝えるためにはなかなかいいテーマかと思います。またそうですね、年齢的にも日本は世界第2位の腎臓の腎臓病の患者さんが多い国でもありますので、身近な方ですとか、系統的にといいますか遺伝的にもそういう方が、多いのではないかと思いますので、自分自身の問題として、率直に、お話をしていただければと考えています。あとはですね、新しい期が来週から始まりますので、また、メンバーの入れ替わりですとか、新しい募集者の方もいらっしゃるのではないかと思っていますので、また、来期からも頑張っていきたいと思います。皆さんも頑張ってください。それでは行ってまいります。